ファントム勇者伝説は、竹島進による日本の、ファントム、小説シリーズ第一部で、竹島進のデビュー作。本校では、小説第一巻、ファントム強奪を原作とする OVA、ファントム勇者伝説ファントム強奪ボリューム1、リターンザスカイについても解説する。元、航空自衛隊のエースパイロット、矢沢孝雄は自衛隊に配属されている。 はずのファントムがエルサルバドルにあるという情報を聞きつけ、真相究明に奔走する。CIA 特別補佐官、デビット・ヴィンセントが関与する謎の秘密結社は、恐るべき秘密を知った高尾らを抹殺すべく暗躍し、ついに高尾の知人であるジャーナリスト松木を監禁する。高尾と領友の岩岡は、松木を救うべく、ある策を実行する。デビット・ビンセントを倒した高尾だったが、 新たなる敵が彼の前に立ちはだかった。高尾は、レディというコードネームを持つ美女をリビアで倒すも、戦友である松木と岩岡をなくす。パリで旅行中の会社員、沢村ユリが誘拐され、戦争商人キング、アリーのハレムへと売られてしまった。ユリは両熟の末に、性奴隷にされるも、高尾の手助けによって、窮地を脱し、キングアリーに反撃する。ハレで、 恋人同士となったユリとタカオ。そこへ、二人に敗北したキングアリーが復讐を開始した。モサドの手助けによって助けられた二人は、モサドから、ある依頼を引き受けた。キングアリーとの戦いの後、ユリが誘拐された。なぜか、オーストラリアに来るよう指示されたタカオは、史上最強のマシンソルジャーに遭遇する。同じ頃、ユリは監禁場所から何とか逃げるも、デビッドヴィンセントによって、 高尾とマシンソルジャーとの死闘現場まで導かれる。ついにシリウスが世界中の軍隊を掌握し、攻撃を始めた。フリーの戦士、矢沢高尾と沢村ユリは彼らに立ち向かい、ついには東京湾上空での死闘にも連れ込んだ。1991年1月24日に、ファントム勇者伝説ファントム強奪ボリューム1、リターンザスカイのタイトルで、バンダイメディア事業部より、 VHS 全一巻が発売。ありがとうございます。